それで僕に相談って。あのね、今日君を呼び出したのはちょっと聞きたいことがあるからなんだ。聞きたいこと？黒金くんはバーミリオンさんと七星剣舞祭の決勝で戦う約束してるんだってね。うん、どこであろうと必ずもう一度愛まみえようと誓い合っている。だけどそこにたどり着く前に自分では到底勝てない敵と戦うことになってしまったら、黒金くんはどうする？正々堂々全力を尽くして戦う。勝てなくても？ああ、全力を尽くして戦う以外にできることなんてない。僕はそうは思わない。結果が伴わない正しさなんてただのザレ事だよ。僕はどんな手段を使ってでもその相手を蹴落とす。切り札。まさか、まさか初めから僕に一刀修羅を使わせるために。一刀修羅は一日一回しか使えない。選抜戦の試合は今から10時間後、回復は間に合わない。これなら僕にも勝ちの目が生まれる。剣士としての力量は届かなくても、ブレイザーとしての能力を合わせれば切り札を失った君を倒せる。なぜ、なぜこうまでして勝ちたいんです？騎士の誇りを捨てて綾辻一刀流の志に泥を塗ってまで、なぜそんなに。黒金くんが何と言おうと僕は絶対君に勝つ。勝たなきゃいけないんだ。待って、綾辻さん。ダメよ、イキ。こんなところで夜の伊藤修羅はみんなに見られて。
ハニー？イヒ？こら！何よこんな夜中に！ちょっと返事くらいしなさいよ。これがもしや噂に聞くジャパニーズ酔っぱい！そうなのね、答えなさい一輝。で、一輝？ね、ちょっと、一輝？一輝ってば！ここは？お兄様！しずく。よかった、大丈夫ですか？僕は一体…まだ大丈夫よ。試合開始は昼の3時だから、まだ十分間に合うわよ。アリスから聞いたわ。昨夜、綾辻先輩に呼び出されたんでしょ？実は…ようやくお目覚めか、黒金。お疲れのところ悪いが、ちょっと顔貸してもらうぞ。あれはやはりお前の仕業だったか。昨晩医務室に運び込まれたと聞いて、もしやとは思ったが。事情は言えません。ですが相応の処分を受けます。ちょっと息ステラ。誰かをかばっているというわけではあるまいな。理事長にお聞きしたいことがあります。ん？3年1組の綾辻綾瀬さんについて。調べればすぐ分かることだしな。2年前だったか、彼女の父親ラストサムライこと綾辻海斗氏は二度と剣を取れぬ体となった。どうしてそんなことに？道場破りとの1対1での決闘に敗北した結果だ。戦った相手はドンロー学園ソードイーターこと倉敷クラウドですか？そうだ。決闘前に両者が交わした取り決めに従い、綾辻家の土地建物は全て倉敷のものになってしまっている。それで今カイトさんは？この2年間ずっと意識不明だそうだ。いいか綾瀬、どんな時にも誇り高さを忘れるな。常に礼節を重んじ、弱気を助け悪を憎め。どんな相手にも正々堂々立ち向かえ。恥じることのない剣士になれ。まったく、てめえごときじゃ暇つぶしにもなりゃしねえ。二度と来んな。七星剣舞祭に出ればあいつと戦える。これが最後のチャンス。謝らないで父さん、僕が必ず全てを取り戻す。ひどい話ね。愛する全てを奪われそこまで追い詰められるなんて。でもそれゆえに彼女は強い。いわば死に物狂いの獣。試合でもなりふり構わず牙を剥いてくるわ。でどうするの一輝？もちろん全身全霊で相手するまでさ。でなきゃ綾辻さんに失礼だ。そう、でもこんな卑怯な手を使われてまで。しずく。ステラ。一緒に来てくれないか？いいけど、どこに？一つだけやっておかなきゃならないことがあるんだ。試合の前にね。本日の第3訓練場第3試合はもう間もなく開始されます。実況は私、放送部のつくよみ半月、解説はオレキユーリ先生。よろしく。大谷先生、今日は顔色良いですね。まだ始まったばかりだしね。でもすぐにみんなが大好きなゆりちゃんになるわよ。大
丈夫、血液の予備はリットル単位で。なるほど、本日も実況席には血の雨が降りそうだなと。東ゲート選手入場。まず姿を見せたのは6戦6勝のパーフェクトゲームを続けるFランク騎士ファーストワン、いや俺がアナザーワンだ、1年黒金一騎選手。西ゲート選手入場。そして今もう一人の騎士が姿を現しました。同じく6戦6勝の素晴らしい成績を引き下げて試合に臨むのは D ランク騎士3年あやつじあやせ選手。2人とも今時珍しい剣術か。しかも綾瀬先輩は黒金先輩に剣の教えを受けている。つまりこの試合は剣術対決かつ指定対決ってわけね。メモメモ。やっぱり出てきたね。少しは不戦勝も期待してたんだけどな。さすがは黒金くんだ。来てくれインテッチ。そんなに僕が許せないかい。でも勝つのは僕だ。赤く染まれ、ひずめ。あやつじ先輩ってどんなブレイザーなのかしら。それが彼女に関してはほとんど情報がないのよ。去年までの公式戦には出場していないからデータが残ってないし、今年は剣技一本で勝ち上がってきてるから能力もまだ見せていない。つまりどんな能力を隠し持っているかが戦いの行方を決定づける。レッツゴーアヘッ。おお、黒金選手跳躍開幕速攻だ。なんだ今のは。突然黒金選手の体がメタ切りに。一体何が起こったんだ。黒金選手バックステップ、謎の断撃を前にここは一旦仕切り直そうという判断でしょうか。どうだい、僕のノーブルアーツ、風の爪痕の味は。応えますね、なかなか。傷を開く、それが僕のデバイス、ひずめの能力。おそらく空間に前もって仕掛けておいたトラップを発動、見えないかまいたちで切り裂いた。持って空間につけた刀傷、それを開くことで周囲の空気が急激に吸い込まれ、結果副産物としてかまいたちが生まれる。だとすればこのリング上の空間にはすでに数百もの刀傷が仕込んである。逃げ場はないよ。事前に罠を仕掛けるのは反則。もし彼女がそうしていたのなら、反則が明らかになった段階で試合は即没収、お兄様の勝ちとなります。よし、まだ気づいていない。黒金くんは、まだだよ。避けた。まさか僕のトラップに気づいたの。でも確証はないはず、今のうちに。今の攻撃は何でしょう。まるで傷が一人でに開いたように見えましたが、今のも綾辻さんの僕の能力で傷を開いた。たった今このひずめでつけたほんの小さな切り傷をね。つまり急所に食らえばたった一撃で致命傷になる。猛攻ラッシュ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 。ごめんなさい黒金くん。お姉様、
相変わらずクロスレンジは鉄壁ね。そうね。よかった。やっぱり綾辻さんは僕の思ってた通りの人だった。で、何かな何かな話って。はい、今日の試合、綾辻さんは間違いなく反則を使ってきます。本当に？じゃあ反則を確認したらすぐ試合を止めて。いえ、この試合あえて反則のジャッジを取らないでほしいんです。なんでよ、一気。もし本当に綾辻さんが反則したら、募集試合で黒金くんの勝ちになるんだよ。選抜戦での一戦一戦がどれだけ大事か分かってるよね。はい、一つでも負けたらきっと七星剣舞祭の代表には残れない。それでも君は。お願いします先生。理由を教えてもらえるかな。信じたいからです。信じたい。綾辻さんとの縁をすっぱり切ってしまえば、この試合は僕の勝ちとなります。本当にそれでいいのかって考えても考えても答えは出ませんでした。でも一つだけ分かったことがあります。それは何？僕は彼女との縁を切りたくないんだという僕自身の気持ちです。だから先生、僕に彼女の真意を確かめる最後の機会を許してください。綾辻さん、今の君の立ち筋も踏み込みも呼吸も何もかもめちゃくちゃだ。僕が教えたことは愚か。もともとできていたことすらまともにできちゃいない。どれだけ頭で悪ぶった自分を作っても魂は欺けない。心が迷っている剣に本当の力は宿らない。黙れ。綾辻さんは綾辻さん本人が思ってる以上に誇り高い人だよ。君とお父さんの綾辻一刀流が僕にそれを教えてくれた。僕は迷ってなんかいない。2年前に思い知らされたんだ。どれだけ誇り高く戦おうが、負ければ全部台無しなんだって。結果の伴わない綺麗事なんて何の意味もない。だったら何をしてでも勝つ。どんなことをしてでも勝って取り戻せんだ。なら僕のやることはたった一つだ。綾辻さん、僕の最強をもって君の誇りを取り戻す。黙れ。行くよ綾辻さん。黒金選手ダッシュ。しかしこれは一刀修羅ではない。魔力を用いない鉛の突進だ。これが黒金くんのパーフェクトビジョン。あることは分かっていた。これを上回らなきゃ、これを超えなければソードイーターも勝てっこない。負けられない。ここで引くわけにはいかないんだ。まだ終われない。第四試験蜃気楼。瞬間にデバイスを幻想形態にしたのでしょう。なぜかは分かりませんが、初めから体力だけを削ぐつもりだったのよ。一気の目的はただ勝つことだけじゃないから。どうして切らない。切らなくても綾辻さんはもう戦えないから。バカにして。まだやれるのに、なんで動かないんだよ。なんで。追い詰められてどうしようもなくなった時、僕たち剣士を支えるのは自分の剣にかけたプライドだ。君の魂はこの誇りなき戦いにあるのかい。消える。
そうか、これが僕の己を偽ってきた間違いの証。黒金くんの言う通りだよ。僕の負けだ。ここで操り青春ギブアップ。勝利したのはワーストワン、黒金一騎選手。情けないが、捨てることは愚か、貫くこともできないなんて。情けなくなんかないさ。迷って間違って見失って、だけどお父さんの綾辻一刀流を捨ててはいなかった。それは綾辻さんの強さだ。綾辻さん、僕は君を助けたい。奪われたものを取り戻すのを手伝わせてくれないか。なんで、どうして、僕は黒金くんを裏切ったのに、あんなにひどいことをしたのに。そんなの、友達を助けるのに理由なんていらないよ。僕はただ父さんのようなかっこいい剣士になりたくて。その一言が聞きたかった。生きるのは物道めくって越えて、出会いしは定めか、目覚めの地は誠の夢に。She won't